ベアトリス・ウッドは、アメリカ合衆国の芸術家である。マルセル・デュシャン、アンリピエール・ロシェラとダダイズムの雑誌、ブリント・マンを創刊し、ダダイズムの母と呼ばれた。突然、炎のごとくのタイトルで映画化された、ロシアの自伝的小説の奔放な女性、カトリーヌのモデルであった、灯される女性の一人である。ご半生は、陶芸家として働いた。 サンフランシスコの裕福な不動産業者の家庭に生まれた。1898年から家族とニューヨークに住み、両親としばしばヨーロッパを訪れた。1912年からパリで私立美術学校のアカデミー・ジュリアンに入学し、絵画を学び、コメディフランセーズで演劇やダンスも学んだ。第一次世界大戦が始まったことにより、アメリカに帰国することになる。短期間。 クロードモネの家のあるジベルニーでも暮らした。第一次世界大戦のためニューヨークに戻ったウッドは1916年にデューシャン、ロッシェと知り合い、1917年に雑誌、ブリントマンを創刊した。1920年代はダダイズムの母と呼ばれた。1917年にデューシャンに勧められてニューヨークの独立芸術家協会の展覧会に2点の 絵画を出展した1918年にモントリオールで劇場に出演した後、1928年までニューヨークで活動し、その後カリフォルニアに移り、陶芸の世界に進んだ。ありがとうございます。